文学部史学科の島田ですそれでは史学科の紹介を始めたいと思いますまず大学で学ぶ歴史学とは何かそれが高校までの日本史世界史とは同じものなのか違うなのかというお話をしたいと思います 結論から先に言えば実は大学で学ぶ歴史学というものは高校までの日本史世界史とは一部重なりますが大きく異なったものです日本史世界史は過去の歴史家たちが作り上げた歴史像を主に教科書を通じて学び覚えることが中心でしたところが大学で学ぶ歴史学とは 過去の歴史家たちの歴史像をただ学ぶのではなく自分の立場視点から新たな歴史像を作り上げるその方法を学ぶことであります実際に新たな歴史像を作り上げる方法を史学科の4年間で学ぶわけでありますそしてその作り上げた歴史像を卒業論文の形で人に伝えることが大学の史学科のカリキュラムの中心となります さてなぜそのようなに違うのかと言いますとこれはそもそも歴史というものがどんな性格なものかと関わっているというふうに考えております歴史とは一体どんなものであるかというお話をしたいと思います英語のヒストリー歴史を指すヒストリーという言葉は古典ギリシャ語のヒストリアに遡ります このギリシャ語の単語が、えー、歴史と普通訳されるわけですがこれは実は後世の派生的な語義でありますで、ヒストリアの本来の意味は3つありそれは次のようなものです1つはまず何かを探求することあるいは調査することこれが実は最も基本的な語義となります 次にそのような調査の結果獲得された知識や情報もヒストリアという言葉が指すようになりましたそして3番目最後に探求や調査の結果を人に伝えること伝達や叙実をもヒストリアという言葉は意味するようになっております。 で高校までの日本史や世界史ではこの2番目の意味探究によって得られた知識や情報を学んで覚えることが中心であったわけでありますが大学の私学科では1番目の調査研究の方法を学びそしてその結果得られた新たな知識を卒業論文の形で説得力を持って他人に伝えることを、まあ、いわば学ぶそれが大学の歴史家で学ぶことであります。 さてそのような歴史学を学ぶ私学科というものは多くの大学に存在しますその中で学習院大学史学科の特徴は何かというお話をしたいと思います学習院大学史学科はそのモットーを広く学び深く極めることというふうに定めております 多くの大学の私学科では入学時や2年時あるいは3年時に進学する際に日本史、東洋史、西洋史、さらには考古学などのコース分けを行いますところが学習院大学、私学科ではそのようなコース分けは行わないことを方針としておりますもちろん本人が関心を持つテーマに基づいて2年時には研究する対象やテーマを大まかに決めてその テーマに関する先人の研究これを先行研究といいますがあるいは必要な資料の読解方法を専門の授業で学び始めますが例えば 日本古代の律令に関して関心を持つ人が日本古代だけではなくて東洋古代の授業にも出たりあるいは近代日本の外交に関心を持つ学生が日本近代史の授業と西洋近代史の授業両方に出るなどいわば密接に関連した多くの分野の授業に出席する学生が多く見られます。 さてそういうふうな私学科においては授業の中心となるのは小人数の演習を中心ととしたカリクラムとなります私学科では少人数で行われる演習ドイツ語で「ゼミナール」という言葉で呼ぶことが多いですがそれが中心となってそこでそれぞれ自分が関心の持つ分野に関する歴史像を新たに作り上げる方法を学ぶことになります。 そしてこのカリキュラムにおいてまず1年次では基礎演習 A と B という演習を全員が学ぶことになります。1年生は3組に分けられて各組を日本史史と外国史の専任教員が1人ずつ担当します。高校までのいわばホームルームの教師にあたるそういうふうな存在となりその2人の教師のもとで歴史学の基礎的な方法を学びます。 私学科で4年間学ぶ演習ゼミナールの中心となるのは、2年生、3年生で学ぶ日本史演習、東洋史演習、西洋史演習の3つの演習が中心となります。専任教員はそれぞれ自分が専攻する分野の演習を担当して学生を丁寧に指導いたします。 そのため教員と学生の距離が非常に近いのが私学科の特徴と言われます学生たちは研究室に教員がいることを知ると遠慮なくノックして入ってきます時々仕事が中断されて困ることもあります4年生になるとその4年生全員がいくつかある4年生演習のいずれかに所属してそこで担当の教員の指導を受けつつ自分がまとめた卒業論文をいかにして人に よく説得力を持って伝えるかということを学び、実践することとなります。さて、その専任教員のメンバーを紹介いたします。日本史演習を担当し、古代史を担当するのが金貝博之教授。日本史演習で中世史を担当するのが家永淳二教授。日本史演習で近世史、江戸時代史を担当するのが佐藤祐介淳教授。日本史演習で近代史、明治史。 以降を担当するのが千葉教授東洋史演習で古代史、えー、大体壮大以前を担当するのが海老根良介准教授そして東洋史演習で近代史、えー、民進時代の中国史を中心ですがそれのみならず中央アジアや東南アジアまで視野が及んでいるのが竹内、えー、房氏教授。 西洋史演習古代史ギリシャ・ローマを中心としてメソポタミアや中南米の古代史コロンブストーライ以前も担当しているのが私島田誠ですそして西洋史中世史を担当するのが亀永陽子教授西洋史大体16世紀17世紀以降近代史を担当するのが工藤昭人教授であります。 さてこのようなあの充実したスタッフのもとで、えー、勉強できるわけですが、えー、私学科はまたあの設備も大変充実しているというふうに考えております。 私学科の書道図書は9万冊を超えおそらく10万冊ににすすでに近づいていいてると思いますそのうち特に洋書も1万冊に及び学生はそれらの研究所や資料を自由に閲覧することができます。また学生が自主的に勉強できる閲覧室、えー、とだいたい40人ぐらいが本来入る閲覧室がありそこにはコンピューターやマイクロリーダーなどの設備も完備しております。 そしてそのような私学科では1年生から4年生までの学部生さらに大学院生前期課程の2年間そして後期課程の3年間で学んでいる大学院生もすべて同じ場所で学んでおります。そして1年時に行われる研修旅行や2年時以降の各演習セミナールごとに行われる合宿などでも学年を超えて共に学ぶことができるようになっております。 ただしちょっと付け加えますと、ここ2年間はコロナウイルスの感染症の関係で閲覧室の利用は一部制限されております。特に人数はだいたい半分以下、20人以下に入れる人数は制限されておりますし、研修旅行やゼミ合宿も2年間はあの中止されております。今年度からそれらが次第にあの行われるようになってきております。 私学科の書庫には先ほど言いましたように9万冊を超える10万冊近い本が所集されております一部は地下のあの書庫にもありますがここは、えー、私学科の学生であれば1年生から自由に出入りすることができます、えー、もちろん出入りして、えー、エテラン室まで持ち出すことも重要ですがそこから先持ち出したら、えー、それはダメなのであのちゃんと手続きをして貸し出してもらうことになります 以上のような私学科で4年間学んだ学生たちは卒業後どんな分野に進んでいるのでしょうか大雑把に言って3つのタイプがあると思います一つは年度によっては人数は異なるのですが私の,あの感覚ではだい大体10%の学生は大学院に進学して専門分野をさらに深く学びます その結果として例えば北海道大学や九州大学をはじめ全国各地のの大大学で大学で教員となっている卒業生も存在しますそして2番目ものとして私学科で学んだ専門知識歴史学の知識を生かして中学高等学校の社会科や地歴科の教師をやっている卒業生。 さらに博物館や美術館の学芸員キューレーターとしてそれぞれ専門の分野で働いている卒業生もおりますそして三番目に最も多くの卒業生は一般企業に就職したりあるいは公務員になったりします就職する企業としてはマスコミや出版社が若干多めである という感じはありますがお堅い金融機関からものを作るメーカーまで幅広い就職先が見られますそして卒業生たちは私学科で学んだ自ら問題を見つけてそれを調査する能力そして調査した結果得た情報知識を説得業を持って他人に伝える能力で活躍しております はい、このような私学科で、えー、これをご覧になった皆さんが,、えー、がに加わってくださってそこで4年間研鑽を積んでもらうことを期待しております。